はい、大島愛子です。この間ですね、Facebook でもやしの便利な洗い方と調理法をアップしたら、なんかその豆知識いいねっていうのを結構言われたので、今日は私がやっている収納のちょっと豆知識を皆さんに伝授したいなと思います。タンスにこう物を入れるときに引き出しだったりすると一番後ろの方が見にくいよね。ということで私はこんなやり方をしています。はい、これが私のタンスの中なんですけれど、こう開けると、まあセーターとかシャツとかパジャマとかこんな感じに入れてあるんですが、実はだいたいセーターとかをこう丸めて入れてあります。実はですね、わかりますか、これね、実は斜めなんですよ。ここもわかります、これ斜めになってるの。わかりづらいかな。この金具あるじゃないですか。この金具取り外しできるんだよね。で、本来ならまっすぐだったらこの位置なのね。この位置なんですよ、まっすぐだったら。でもそれを金具を2つ3つこう下にしてあるのね。だから、真横から見ると斜めになってるんですよ。分かりづらい。斜め。そうすると、例えばこうセーターが入っていて、まっすぐだったらこうなんですよね。これも上なのね、ここなのね。だけどこう引き出します。わかるかな、こう斜め下に引き出す感じ。そうすると小さいお子さんでもスーッと下に引き出して閉じる感じです。で、スカートパンツとか、これ下に、まあ、こんな感じです。で、ついでに、本棚もですね、これ以上はもう入れないようにしてます。そして、まあ、いただいたお菓子とかも賞味期限順にこう置いててですね。そして私が愛してやまない八丁味噌です。八丁味噌ってね、皆さん岡崎って知ってます？これ味噌田楽。で、これがなんか本当に八丁味噌だけでいろいろあるんですよね。こんな感じで。そしてこれね、ヤマキファームさんって言ってハイビスカスを育てているですよね。で、それで作ったジャム。そしてこれが信楽のね、沢さんというところで作ってらっしゃる唐辛子入りのお味噌です。これも結構ねおすすめでした。で、これもね、山木農園さんのお吸い物で、プペルの本です。絵本と、ね、サイン入り馴染みの、あるスーパーに行くとですね、売ってるんですよ。ということで今日は収納のお話でした。そうそう、言い忘れました。医者にお金を使うくらいなら味噌に金を払え、ことわざがあるようにですね。お味噌って本当に体にいいですので、いいお味噌をぜひ選んでみてください。八丁味噌おすすめです。それでは真似してやってみてください。じゃあね。